はい、どうも。今日は簡単にですね、購入品を紹介したいと思います。最近ねスニーカーが続いてたんですけれども、今日はスニーカー以外でパンツを2本を紹介したいと思います。はい、こちらです。はい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 、あった、落ちて、はい、このタグで、皆さんわかると思うんですが、クックマンです。クックマンのシェフパンツを2本購入しました。もうね、定番と言ってもいいと思うんですけども、クックマンのシェフパンツ、うん、僕もね大好きでね、何本か持ってるんですけども、この夏に、もう2本買い足しました。夏ってね、なんて言うんですか、まあ基本ハーフパンツ、短パン履くことが多いんですけども、うん、たまにパンツを履くときもあるんですよ。で、夏ってほら、もちろんのごとく T シャツ1枚、まあ特にね、今は無地 T だったり、ポケ T だったりね、シンプルな、T シャツを着ることが多いじゃないですか。だからね、ちょっとこういう、派手めなって言ったらあれですけど、ちょっとインパクトのある感じのパンツを、履きたいなと思っていて購入しました。はい。でね、もう説明不要ですね。見てわかると思うんですが、ペイズリー柄、赤のペイズリー柄です。いやー、これはね、ちょっと派手かな派手ですよね。まあ、黒のペイズリーも持ってるんで、赤のペイズリーもね、欲しいなと思ってたんでね、うん、買っちゃいました。うん、で、もう一つの方はですね、パープルなんですけども、パープル色、出てるかな、色綺麗に、うん、パープルのストライプを買いました。このストライプの幅というか、このピッチ、ストライプのピッチのタイプが結構好きで、他にもね欲しい色があるんでね、このタイプの色違いはね、ひょっとしたらねもっと増えるかもしれません。はい、本当にね、まあ、さっきも言ったんですけど、シンプルなね、無地の白 T なんか着た時に、こういうパンツを合わせるのいいんじゃないでしょうか。はい、そういう感じで来ております。はい、ということで今日は簡単にですけども、最近買った、パンツ2本、クックマンのシェフパンツ、紹介させていただきました。今日の動画がですね、ちょっとでも面白かったなという方は、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします。じゃあ今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。リノスマンでした。バイバーイ。